皆さんこんにちは、ケンです。今日は私のダホン K3 納車してから1年が経ちました。この1年間いろいろなカスタムをしてきたわけなんですけども、そのカスタムしたパーツ、アクセサリーの中で良かったものとこれはいまいちだったものっていうのをご紹介しようと思ってます。まずカスタムして良かったなっていうものがペダルになります。以前も紹介させていただいたんですけども、三ヶ島ペダルの FD-7 というものになります。実はこの FD-7 ですね、私シルバーとブラック持ってまして、以前 K3 にシルバーをつけてましたが、見た目の問題で今回ブラック、全く同じものの色違いを買いまして付け直しました。最初からダホン K3 についているペダルっていうのは樹脂製になるんですけども、やっぱり漕いだ時にふにゃふにゃっていう風に感じてしまうんですね。に対してこの金属のペダルはですね、踏んだ時にしっかりと反応してくれるってとこがいいとこで、すごい回転しますので、膝が弱い方だったりとか足首ですねが弱い方にも優しいペダルになってるんじゃないかなと思います。折りたたみも非常に簡単で、ここを押して曲げるだけ、戻す時はこのようにワンタッチで戻せるっていうものになります。軸ごと抜けるタイプ等もつけてみたんですけども、軸ごと抜けるタイプだと私が買ったものが悪かったのかもしれませんが、走行中にガタが出て落ちそうになったりとか、あとは輪行の際にですね、外したりつけたりっていうのが、ロックのプレートとかも入れなきゃいけないので面倒くさいなと思いました。注意点があって、こういったペダルはですね、端っこの方で踏んでしまうと、よっぽどないとは思いますが、こう折りたたんでしまうってことがあるかもしれないので、踏み面はしっかりとね、真ん中で漕ぐっていうことが必要になります。ダホン K3 買ったら、まずペダルをカスタム、樹脂製からアルミといった金属にカスタムするのを私はおすすめします。2つ目に交換してよかったパーツはグリップになります。 K3 のグリップっていうのはスポンジ生地のようなものがついておりますが、それをエルゴグリップなどに変更すると路面から伝わる振動を吸収してくれますし、乗り心地が非常に良くなります。で、3つ目にカスタムして良かったパーツはキックスタンドです。折りたたみ自転車でキックスタンドつけない方もいるかもしれませんが、キックスタンドあるとやはり便利です。で、キックスタンド、ダホン K3 につけるのいろいろあるんですけども、私がおすすめするのはアジャスター付きのキックスタンドになります。アジャスターっていうのは伸び縮みすることができるので、自分の好みに合わせた角度で調整もできますし、後々いろいろタイヤ交換とかそういったカスタムした時にも棒を伸ばせばいいわけですから、私はアジャスター付きのスタンドを買ってよかったなと思っております。4つ目、次にカスタムしてよかったパーツっていうのがブレーキとブレーキレバーになります。もともとテクトロ製の V ブレーキが付いております。レバーはオリジナルかもしれません。シマノのデオーレグレードのブレーキにすることによってタッチが非常に軽くなります。シマノのデオーレのブレーキシューっていうのは結構幅広いです。それに対して14インチの車輪ですので調整が非常に難しいです。一歩間違うと吸ったままの状態で走ることにもなりかねませんので、ここはもし不安な方はプロショップに任せた方がいいカスタムではあります。テクトロの V ブレーキ、そしてダホンのブレーキレバーと比べて重量もかなり軽くなりますし、軽量化にもつながって制動力もアップするっていうところでおすすめのカスタムとなってます。次におすすめのカスタムはタイヤになります。14インチ ×1.25 っていう細いタイヤチューブが装着されております。それはそれですごくいいんです。軽快に走ることができますし、速く走ることができます。ただ何にせよエアボリュームが少ないので、路面から伝わる振動っていうのは体に伝わりやすかった印象です。これをシュワルベのビッグアップル 14×2.0 にすることによってエアボリュームが増えた分、手やお尻が痛くなりにくくなります。走行性能については純正でついている 1.25 の方が軽快に走れるなっていうイメージになってます。乗り心地重視か、それとも速さ重視か、それによって変わると思いますが、
ほとんどの方が折りたたみ自転車でロングライドする方っていうのは少ないかなと思いますので、このビッグアップルタイヤチューブをおすすめします。次に買ってよかったパーツっていうのが、今の仕様とは違いますが、マルチハンドル、バタフライハンドルになります。私の持ってるマルチハンドルっていうのは皆さんが買えるものではないんですけども、例えば BBB とかいろんなものがありますが、それにバーテープを巻いて運用してました。マルチハンドル非常に良くてですね、やっぱり折りたたみ自転車っていうと後ろの方が荷重かかってしまうんですね。でかつ同じ姿勢ですので、お尻が痛くなりやすいっていうのが、まあ、折りたたみ自転車の特徴かなと思います。で同じ場所ですので腕も疲れます。マルチハンドルにすることによって前かがみになったりとか、いろんなとこ握れますので筋肉の分散にもなりますし、あとは長い距離走ってる中で非常に楽です。重量アップしてしまいますが、自分に合ったバーテープをつけることによって T3 に乗ることがもっと楽しくなると思います。マルチハンドルのカスタムはマイナーかもしれませんが、やってみることをお勧めします。次におすすめのパーツはこのトピークのボトルケージになります。ここのダイヤルを回すことによって、ペットボトルもしくはボトルに合ったサイズに調整することができます。ボトルケージが横についてしまうので、調整がない場合だと振動とかでこう落ちたりする可能性が非常に高いんですね。それに対してこうペットボトルやボトルケージに合わせてここを調整することによってしっかり固定してくれますので、それができるボトルケージがおすすめです。ただしプラスチックでできている部分がありますので、日に当たりすぎたりとか使いすぎると割れとか劣化はしてしまうのは仕方ないかなと思います。モジューラーケージはシルバーと黒がありますので、好きなカラーを合わせればいいのかなと思います。次におすすめのパーツっていうのがこのキャットアイのマウントになります。本来ドレオケをつけるような穴の部分にこういうブラケットをかませることによって、ここにライトを取り付けることができます。工夫すればキャットアイだけじゃなくていろんなメーカーの、ライトブラケットを取り付けることができると思います。折りたたみ時に影響も出ませんし、逆にハンドルにライトをつけると折りたたみの時にライトを外すっていうことをしなきゃいけないですね。それに対してこちらのブラケットの部分っていうのは折りたたんだ時に影響が全く出ないので、つけっぱなしで折りたたみ輪行できますのでおすすめです。最後におすすめのものが今ここについている陸戦カウルのサドルバッグになります。まあ、輪行するときはここのボタンでワンタッチでこういうふうに外すことができまして、ここが反射板ですね。反射板ついてます。でこの中にはパンク修理キット入れたりしております。ここにですね、まあ、ペットボトルを入れたりっていうこともできます。折りたたみ自転車ですね、積載できる場所っていうのは少ないので、まあ、ペットボトル取り付け場所に困ってる人がいればここにつければいいかなと思います。以上になります。続いては、まあ、別にカスタムしなくていいんじゃないかな、もしくは、まあ、KS3 と相性悪いんじゃないかなっていう、買ったけどあんまり使わなかったものを紹介します。まずここのステムって呼ばせていただきますけど、ここのステム部分に取り付けるためのボトルケージアダプター、ここにドリンク置き作りたいなって思ったんで、それを買ってみたんですけども、やはりあの折りたたみの時に外すのがめんどくさかったり、折りたたみがうまくできなくなってしまうので、ここのステムにつける、ボトルケージアダプター、そしてボトルケージっていうのは使いませんでしたね。次ここのリデアの金属製のヘッドパーツセットになります。これを変えたことによってハンドリングはスムーズになりました。ヌルヌルになったんですよ。ですけど、まあ、特にヘッドで音鳴りとか鳴ってませんでしたし、まあ、ここを変えてハンドリング良くしたから何か鳴ったかなっていうのは正直ないです。まあ、ここは K3 のヘッドパーツなんか異音したりとか消耗してから変えれば良かったかなっていうので、お金かけてまで最初にやることでもなかったかなっていう感じのパーツでした。次がこの今つけてるんですけど、カーボンドライジャパンの、カーボンハンドル
M ハンドルっていうやつです。こう M みたいになってまして、まあ元々ブロンプトン用にターゲットで作られたようなものになってるらしいんですけども、K3 につけることもできます。これをつけて折りたたみも問題なくできます。で、これカーボンにすることによって、アルミのこういう M ハンドル、ジョセフグゼっていうところだったと思います。2,000〜3,000円のもの、プラチナライトエイトっていうもう一個の折りたたみつけてるんですけど、全く一緒な形状なんですけど、そのアルミハンドルと比べるとめちゃくちゃしなります。しなるので振動吸収性はよくなるってるとは思いますが、ちょっと怖いのが、まあ何回もちょっと位置調整とか折りたたみの際しちゃうので、このクランプ部分がクリア塗装を剥がれてカーボン素材素地っていうのが、まあどんどん見えてくるような状態になってます。なので何回も何回もハンドルの調整とかするといずれ割れるんだろうなっていう恐怖があります。それとあとはこういったグリップをつける際に、まあカーボンドライジャパンのこのハンドルっていうのはクリア塗装されてまして、そこをヤスリで削ってから取り付けてくださいって書いてあります。要はクリア塗装のままつけちゃうとこう滑っちゃうので、なのでレバークランプ部分とかヤスリで削ったんですけども、削った部分の見た目っていうのは非常にダサくて、まあ取り付けるためには仕方ないんですけども、まあ折りたたみ自転車にカーボンハンドルですね、そこまで振動吸収性良くなったかっていうとそうでもないですし、まあしなるなっていうだけしか思わなかったんですね。あとは軽量になったってぐらいだったので、まあ、別に買わなくてよかったかなっていう感じしてます。もともと2万ぐらいするものだと思うんですけど、10倍のお値段かけてするものでもなかったかなって思ってます。折りたたみした時にめちゃくちゃ気使いますし、こうしなりがめちゃくちゃ怖い。今実験的にカスタムしてみてレビューするためにつけただけなので、マルチハンドルに戻そうかなとは思っています。で次が泥よけ、14インチ打本用の泥よけ、これが欲しい方は欲しくない方いると思います。雨の日乗る方は絶対つけた方がいいです。おすすめです。なんていうんですかね、振動がやっぱ結構小径車なんで来ちゃうので、クランプした部分が緩んでくるんですよね。泥よけの位置がずれたりとかするのがすごく気になります。まして雨の日にあんま乗らなかったですし、まあ、仮に雨の日乗ったとしてもロードバイクみたいに背中がブワーって汚れるとか小径車の K3 ではあまりないので、水弾きがまあここ高さありますからね、必要なかったかなって思ってます。はい、それぐらいかな。まあちょっと正直にレビューさせていただきました。まあダホン K3 乗ってる方参考にしてもらってカスタム楽しんでってください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。